住友不動産虎ノ門タワーは東京都港区虎ノ門2丁目2番1号に所在するオフィスビルである救命小 JT ビル日本タバコ産業の9本社土地に建設された超高層ビルであるオフィス棟は4本の大柱で支えられ地上20メートルに持ち上げられておりその下部のパブリックスペースは室内側が水庭を囲む回遊式のアトリウム 屋外側が植栽のあるプラザとされていた。ただし、環状第二号線の工事に伴いプラザの大半は削られている。長部には緊急用ヘリポートを設けており、その形状が外環上の特徴となっている。オフィス会に行くにはセキュリティゲートを通る設計となっており、オフィス部分の半分は賃貸オフィスとして計画されている。1995年にグッドデザイン賞を 翌1996年に第37回 b c s 賞をそれぞれ受賞している。かつては日本タバコ産業が本社を置いていたが、同社は2020年10月5日に本社機能を神谷町トラストタワーの26の30階に移転した。本ビルは住友不動産に売却され、2020年12月に 住友不動産トラノモンタワーに名称を変更した。2階には、1995年3月31日に、開館した256席のコンサートホール JT、アートホールアフィニスがあったが、本社移転のため2020年9月末に閉館。跡地には2021年4月1日に、ベルサールトラノモンが開館した。また、 1>, 1階の外堀通り側には2006年4月3日にオープンしたモバイルアシュトレーミュージアムがあったが、その後2014年7月に小宮山祐貴のプロデュースによる出演可能なフリーラウンジのトラノモンラウンジがオープンし、2017年にはプルームテック専用ラウンジリシンクラウンジトラノモンにリニューアルされている。1階には他に飲食店、コンビニエンスストア、 喫茶店などがある。2009年10月8日、台風第18号の影響で、JT ビル7から8階のアルミ製外壁パネル8枚が落下し、うち1枚が向かいのビルを直撃して3階の窓ガラス1枚を割る事故が起きた。ありがとうございます。